えーどうも、吉谷です。今回はですね、えー、LINE の方に、えー、質問が来ましたので、それについて回答させていただきたいと思います。まあ朝起きたらですね、メッセージが来てました。吉谷さんおはようございます。えー、吉谷さんの講義を参考に情報発信を始めて9ヶ月で月収30万円を突破しました。として申します。本当にいつもありがとうございます。今回は2つ質問させていただきたいです。1、 バックエンド商品を販売したが、その人の家族に引き止められた場合、この1週間、うん、1がバックエンド商品を販売したが、その人の家族が引き止めた場合、内容は、この1週間で35万円のバックエンドを2人にクロージングし、2人とも購入したいとのことでした。しかし、その後家族からストップがかかり、少し考えさせてくださいといった感じで、結果が販売に至りませんでした。このような場合、こちらから何かアクションできることはありますか 僕としてはよく納得された上で商品を買ってほしいのでよく相談してから決めてくださいねその方が必ずうまくいきますのでとしか話してないのですが吉谷さんならこの状況でどうされますでしょうかとはい、えー、これは僕も経験がありますこれはですねパターンが2パターンあるんですけどうーんその未成年の場合は断ります、まあ、完全未成年の場合は断りますただ20を超えている場合は、えー もうすでにこの、うん、事例だと、解、ま、体、あ、ですということを本人が言ってるわけですよね。まあその年齢がい何歳かわからないんですけど、えーまあ、未成年だったら、まあ、じゃあもうあの、なんだ、じゃあ考えてくださいねみたいな、うん。親のちゃんと承認を得てくださいっていうことを言います。で、20歳を超えた成人を、成人してる。はい、っていう場合は、僕はですね、えー、まあこう、 もうなんか買いたいって言ってるわけですからこれが来た時に、えー、あそうなんですねと。うん。でもまるさんはどうしたいんですかと。まあそのまあ親かなんかこうあったかもしれないけどまるさんはどうしたいと思うんですかと。じゃ例えばうんじゃあ多分親だと思うんですけどじゃあ親が、えーまあ、極端な理由とじゃあ,あの。 海海外外にに就就職職ししろっって言ったら海外に就職しますみたいな。とか、まあ本当にもっと極端な例が言うと、他人が、じゃ他人が、えーし、お前死ねよって言ったら、お前自分は死にますかと。まあ僕は何に伝えたいかというと、結局自分の人生なんで自分で決めないとダメだよというところをちゃんと伝えてあげる。うん。自分はどうしたい,いんですかと、うん。って話なんですね。っていうところを、まあ教育じゃないですけど、話してあげる。 その周りじゃなくないみたいな。くいいみた自分はどうしたいの,自分のじゃあ他人の人生はあなたの人生なんですかと自分の人生は誰の人生なんですかと、うん、っていう話をちょっとしますね。であとはもう一つ言うとするならば、あのー、事例を出したりとか例えばじゃあ A さんっていう子は親から、えーとえー、ちゃんと就職しなさいっていうことを言われて。 勉強をずっとしてきて高校受験大学受験で大学もまあまあいいとこ行ってで上場企業当時上場企業の東芝東証一部の東芝さんに就職しましたそれから30年後東芝さんがピンチになってリストラ6,000人7,000人40歳になってから A さんはリストラになりましたでその後悲惨な人生を送っています じゃあ B さん B さんは、うん、就職ができなかったけどインターネットビジネスを始めて、えーまあ、最初はうまくいかなかったけど今は、えー、自由な生活を手に入れてますっていうパターンがありますでもう一つのパターンがあります A さんは、えー、そのエリート街道をまっしぐらして今年収1,000万までありますで B さんはそのインターネットビジネスが儲かるぞってやったけど、えー、全然儲からなくて今日雇いしてますみたいな。 要はこの事例このパターンから何が言えるかっていうとどれをチョイスしたとしても、うん、誰が何を言おうとどれをチョイスしたとしても未来は分からないってことです未来は分からないネットビジネスが正しいわけではなくて、うん、ネットビジネスがやれば稼げるのか何か新しいことをやれば稼げるのかっていうわけでもなくてじゃあ会社を選んだから、うん、まあ安泰なのかっていうことも正しくなくて結局自分の道は自分で決めて えー、そこをやんないとダメだよって周りが何を言おう周,周りが何を言おうとしたらも、まあ、ちょっと古いかもしれないですけどノストラダムスの大予言できるのかとノストラダムスは外しましたからね <laughs> ノストラダムスまだ地球ありますからだから未来のことなんて誰も予測できないわけですよぶっちゃけうんだからあの自分がそのど,うしどうこれから生きていきたいのか今の現状をどう変えていきたいのかただそれだけなんですよ じゃあ今後もじゃあ新しいことをやろうとした場合今の現状を変えたい、まあ、まあクロージングしてるとしますよねじゃあまるまるさんがじゃあ今の現状を変えたいとしたいとじゃあこれからじゃあ僕の今回商品を案内させてもらいましたけど多分今人生変えたいと思ってるんで多分他の人の商品だったりとか他の人のサービスもしくは何か新しいと学んだりとかするでしょうとじゃあその時に周りからまたやめとけよじゃあやめるじゃあまた何か新しいことやる周りからやめとけよまたやめる じゃあい,つかいつ変われますっていういつ変われますかと僕があのお伝えしたいのは変わるっていうのは自分が決めて変わるってことを決めないと、まあ、無理ですよと、うん、大切なことは僕の商品を買うことじゃなくて自分の人生を、えー、どう決めるかっていうところが大事なんですとただその、えー、決める上で今目の前に僕はいるだけですと僕を選んでいただくのか他を選んでいただくのか一人でやるのか それはどど、ちらででもいいんですけどただ自分が人生を変えたいんであるならば自分で決めるってことをしないと絶対今後うまくいかないですよと。っていうようななんかそのいろんなその話とかも入れつつその教育しながら伝えていくっていう感じですね。うん、だってそうじゃないですかじゃあお前死ねよって言ったら死にますかって話じゃないですか, <laughs> か周り関係ない,じゃないですか死ねないじゃないですか僕も死ねないですよ。うん だ周りの,その意見を聞くっていうことは大事ですよ。意見を聞くっていうことは大事なんですけど、結局自分はどうしたいのっていう。この,このパターンだと、もう買いたいって言ってるわけですから、自分の意見は買いたいんですよねって話じゃないですか。だから僕はまあそんな感じで、まあ、あのクロージングしていくかなと思います。まあ、未成年だったらもう、あ、じゃあ、あのっていうこともありますよあと。未成年だと後々ややこしいんで、一回僕も、まあ、ネットで販売してるんで、分かんないんですよ。何歳が買ったかっていう。 で前その18歳ぐらいの子がなんかその30万ぐらいの塾入って、で親が電話かかってきて、ぶわーっ埋めたんですよ。いや、そんな分からんがなと、<laughs> 18歳かよくわかんないけど、の年齢を、そのネットで注文するときに、僕は18歳ですって言ってね、買うわけでもないですし、わかりましたってことで、まあちょっと、ちょっとめんどくさかったんですけど、うん、親が出てきたらもうね、だめです、もう、<laughs> もう無理。で、きついです。 その未成年で親が出てきちゃうと話にならないんでだって親は親の価値観でブワーくるんでだそこに親を教育できないですもん、<laughs> 無理無理、うん、だこの子が変わろうとしてるんだったらこの子と話してっていうただこの子がまあ成人言ってんのか言ってないのかっていうのは結構基準でもあると思います2じゃ次に行きますリスト収集について 先月のフォローアップセミナーを見ました。その内容について質問させていただきです。講義の中でステップ4、見込み客はいつも何を見ているのか。ステップ5、パクる、モデリング。とのことですが、ここで仮にステップ5のパクりたいコンテンツが自分にパクれない場合、状況はどうしたらいいでしょうか。というのも、僕のコンサル生の方で旅行をメインのテーマに情報商材を販売したい方がいます。流れとしては、見込み客の悩みが旅行したいけどお金と時間がない。 その悩みを解決してインフォビジネスを提案するといった流れにしていたいのです。と言って流れにしたいのですが、集客がうまくできていません。sns はインスタを使っており、理想は自由に、えー、旅して写真をアップする。見込み客を興味持ったらメルマガを登録してもらう。これが理想です。ただ、そのコンサル生の方もまだ会社員をしたらね。自由に旅ができる状況はなく、どんな写真をアップしたらいいのか戸惑ってます。 この場合、見込み客をより日地化させ、カフェでのマードワークや月1旅行に行く方法など、範囲を定めてスタートするべきでしょうか、まあ、質問が長くなりましたが、ご教授、よろしくお願いしますということなんですけど、えっ、ー、と、まあ、これ、コンサル性の、まあ、教えてるけど、うどう教えていいか、うん、わからないということですね。うん。まず、集客ができてないと。 で集客できてない理由としては SNS で発信がなかなかできない発信ができない理由としては、まあ、自分が、まあ、旅行は好きなんだけどあの会社にやってるから旅行そんなできないし旅行の写真アップできない。うん、うん、これはですね僕はあのー、僕だったらもっと掘,掘るというか。 フロントバックでいいいと思いますねどういうことかっていうとその旅行が行きたいけど旅行に行けない旅行まあそのター,ゲターゲットがお客さんが旅行に行きたいけどお金がないし時間もないからえー、なんだ行けないってことじゃないですかうんだけどもっとほ深く言うとじゃあなんで行けないのかって話なんですよだかこ,のかこの方もサラリーマンしてるから 結論ですよサラリーマンしてるから月1回とかしか旅行行けなかったりするわけじゃないですか。あとまあお金の部分もあるんですけどだから僕もいろいろ商品販売してきましたけどここはもう何だろうなうーんその旅行に行く方法じゃなくて旅行に行く方法ではなくて。う 自由,自由な時間と自由なお金を手に入れる方法で絞った方がいいです。で自由と自由と自由なお金を手に入れる方法で更、まあ、に絞ってでそこでフロント商品を作ってその後旅行も行けますよね。もしくは、まあ、ここのレターとかページで、まあ、そういう時間とかお金を手に入れることができればえこういうこともできますよね。ともしあなたが ね、旅行に行きたいんだったら自由な時間とお金があれば行けますよねと。とかねうんで月1旅行に行くカフェでノマドワークや月1旅行に行く方法じゃあ弱いですね月1旅行に行く方法カフェでノマドワークやまあ、これキャッチコピーなんであれなんですけど例えばどういうキャッチコピーがいいかな まあ、分かりやすく言うと、まあ、一応その旅行の旅行に関する商材、まあ、を売りたいわけじゃないですか例えばうんうん例えば まあ会社とは別に会社とは別に十万の副業十万円をまあ稼いでまあその十万円を使ってえなんか好きなことができますとかまあちょっと今浮かんでこないですけどなんかそのお金っていうことにフォーカスした方がいいかもしれないですねうんでもちろんそのインスタの写真やってるんだるならばインスタの写真は別にあの何でもいいと思うんですよ。 何でもいいといとうか自分が行きたいところ写真アップすればいいんじゃないですか。自分がいこんなとこ行きたいなと思うところ写真。でその写真は自分が行ったわけじゃなくてこういうとこ行きたくないですかみたいなそこの文章の中にあなたもこんなとこ行きたくないですかとただその,その写真アップするじゃないですか。自分が行きたいところ、うん、その人が京都行きたい世界のどっか行きたいっていうところを写真を、えー、アップする。 だ自分が取ったものじゃなくて行きたいところをアップするであなたも行きたくないですかみたいなこんなところなんか、えー、旅行に行きたいと思っても行けないでその理由は何かっていうと、あのーまあ、お金の問題だったり時間の問題、うん、で、あのー、正直、あのー、あお金じゃなくて時間にフォーカスした方がいいかな要は今って格安の航空機とかもいっぱいあるんで安く行こうと思えば行けるわけですよ ぶっっっちちゃゃゃけけ頑張って安安くく行こうと思えば、ばいろいろ探せばめっちゃ安く行けるじゃないですか。だから時間にフォーカスした方がいいかもしれないですね。今の時代はまあその安い航空機あの会社とかも出てきて昔に比べるとすごく安く旅行に行けるようになりましたと。で、えー、いろいろ探すと、まあ、いろいろその安く行けますと。ただ安くはいけるようになったけれども何で行けないのかってその理由は時間がないからですと。なぜ時間がないかっていうと私たちはお金を稼ぐために 会社に何時間っていう労働をしてでそれで対価をもらってで休みを取るっていうのもなかなか休み取れないと。うん、じゃあこれは、えー、時間を増やすためにはどうすればいいのかみたいな。うん、時間を増やすためには今の、えー、仕事を最終的に辞められる状況を作る必要がありますよねと。 いつまでその会社に出社して働くっていうスタイルをやってたら、えー、何時間かかると思いますかと例えば1日8時間働いてるんだったら1か月で何十時間1年で何百時間そして10年で何千時間みたいなこの時間っていうのを会社にずっとやらないといけないとじゃあここから抜け出して自分でそこの時間を好きな時間に使って好きな収入を得られるような仕組みを作れればよくないですかとまあ好きな時間に買い物に行ったり好きな時間に えー、ご飯食べに行ったり好き好きな、えー、にスケジュール合わせて好きな時に、えー、旅行行ったりとかそんな人生ライフスタイルがあったら良くないですかとで今その、えー、なんだそれを叶えるための私はアドバイザーをしてますみたいななんとかなんとかなんとかアドバイザーとかね <laughs> うんだからその、えー もっとなんかいいいいろんんんななな視点でで考えてててああげげ提案してあげればいいんじゃないですかかねそうなんか旅行ってなっちゃうと狭まるじゃないですかじゃあその旅行からもっと派生するものっていうところでやっていくといいんじゃないかなと僕は思うにその旅行だけだと旅行はあくまでも次のステージかなと思います。 だって旅行するのに時間とお金が必要なんでで、先ほど言った通りお金は安く旅費は行けるようになった昔に比べるとだけど時間がないっていうのが今の現状ですから会社員なんか勤めたら週1の休みで有給もなかなか取れない、まあ、最近はなんかうーんスーパーフライで金曜日とか,なんか早く上がれるみたいなのありますけど中小企業とかは全然そんな無理ですから週1休みでっていうで有給休暇も まあ大,大きいところだと「有給休暇取れ」みたいなねあるみたいですけど有給休暇を取りづらかったりあるじゃないですかうん。だからんかちょっとその書いてあげ,あげた方がいいんじゃないかなと思いますね。 自由,自由、うん、まあちょっと考えれば多分出てくると思いますいろいろと、まあ、だからそれはちょっと揉んでもらってあとはあの提案してあげればいいんじゃないかなと思いますまああとはそのほかにもいろいろやってる人もいるのでうんじゃあ何だろうなう、うん、やり方いろいろあるんですけど 自分ができないから自分がやってることを情報発信するっていうのが一番ベストですよ一番ベストです自分がやってることを情報発信するっていうのが一番ベストなんですけど例えばこのアフリエイトとかの概念だと例えばブロガーさんとかブログアフリエイトとか、まあ、いっぱいあるじゃないですかじゃあそのブログアフリエイトをしてる人たちが じゃあその美容の商品を全部買って全部自分が試して全部やってるのかっていうわけではないわけですよね。うん。ただその自分がやってなくても紹介することは全然いいんですよ。うん。例えば「価格コム」com が「価格コム」com が「うーん」「価格コム」com っていうサイトあるじゃないですか。「価格コム」com っていうサイトは「価格コム」com がその商品を全部なんだ 所有してるわけじゃないしうーんなんだ販売しててるるわわけけじじゃゃななないいい販売ででもすかただ価格コムっていうサイトを作ってまとめサイトを作ってそこにいろんな商品の最安値っていうのをたぶ載せてあげてるだけで,でそこに対して、えー、仕組みを作ってるんですよね他の人がレビューできるみたいな。 価格コマただその最安値をまとめるっていうサイトを構築してその仕組みを作ってそこから売れる仕組みを作って自分が在庫持たなくても価格コムから売れる仕組みを作ってるわけじゃないですか全く価格コム在庫持ってないですよねなんか価格コムの会社にテレビがいっぱいあるのかとかいう話じゃないじゃないですかだから自分がそのなくてもそのやり方次第です見せ方とかやり方次第でいくらでもできますから なんかこれはなんか自分ができないから、うん、自分がそのなんだ自由に旅行ができるわけではなくとか自分視点じゃなくて自分視点じゃなくて相手視点というかね相手はどういうニーズがあるんだろうっていうただそれだけです自分視点で考えると自分ができないことあやっぱできないなこれもできないなこれもできないなってなじゃないですかじゃあ相手はどういうニーズあるんだろうみたいな世の中はどういうニーズあんのみたいな っていう感じで、えー、そのニーズに対して、えー、供給するっていうだけですからビジネスっていうのは。うんうん、だからそのおか時間を解決する。 じゃあなんでじゃあこの、えー、インフォビジネスインターネットを使ったビジネスが時間を解決することができるのかいくらでも説明できますよね。レバレッジが効く寝てても売れたりとか寝てても、まあ、広告収入が入ってきたりとかじゃあなぜ寝ててもお金が入ってくるのかじゃあそのなんだ全国探せばうその検索エンジンに検索する人いっぱいいてるし。 その自分が起きてる間だけ検索エンジンが動いてるのかっていうわけでもないし深夜番組見る、まあ、テレビで言うならば深夜番組見る人もいれば、えー朝,えー、朝5時からニュース見る人もいればバラバララですよねとだから、えー、もしその自由な時間を手に入れたいんであるならばそのインターネットに何かその媒体を作るもしくはインターネットで自分の商品が売れる仕組みを作るっていうことをしない限りあの時間は手に入れられないですよと。 大切なのはだから寝てて,て寝てても遊んでても寝てても遊んでても旅行行ってても、えー、お金が入ってくる仕組みづくりをしないといけないとそれを解決しない限りあなたは、えー、自分で会社に行って自分の時間を切り売りしてお金を稼ぐっていうことしかできないとだけどインターネットを使ったビジネスをやれば自分がそういうふうに、えー、いなくてもインターネット上でいろんな人がこう検索したりとか調べたりとかして 訪問が来るのでででそこで収益化きだから肩書きも作っちゃった方がいいかもしれないねなんか自由,自由な時間を提案するうノマドワーカーみたいな <laughs> 自由な時間をあの、えー、例えば1日 一日4時間で一日4時間で自由な時間一日4時間の仕事で自由な生活を手に入れる、えー、ノマドワークみたいな新しい生き方みたいな一日4時間の仕事でねーなんだ自由なじ生活を開くノマドワーカーとはみたいな分かんないですけどね <laughs> うん とかじゃあその1日4時間で働いて、えー、1日4時間の働きでどういうその仕組みを作ればいいのかっていうところを教えていけばいいわけですよねそうすると、うん、まあちょっとまあ長くなっちゃいましたけどまあこんな感じかなと思います、まあ、またちょっと分かりづらかったらご質問いただければなと思いますただまあそのもうちょっとねあの 広広めて絞るっていう広めてててて絞絞るるっっいう今のは絞って絞ってなんか視野が狭まってこのなんかここのなんか今この思考っていうのはここのここの中でここの頭の中でなんかこれ絞んないとダメなんじゃないかなみたいになってるもっともっとでかくもっとこの空間で考えてもっとこの空間で考えてあそこいけるよねみたいな。 にした方がいいと思います、はい、ということで、えー、今回頂い,いた質問に対して、えー、回答させていただきましたはい、えー、頑張ってくださいよかったです月収30万達成したということなんでまあ実際この今ね質問1でもらった35万の商品が2人売れればもう70万ですよね、はい、まあだからそういう売り売るやり方とかも覚えてきたと思うんで是非、うん、頑張ってください まあやれば本当にね収入は上がりますからあとはまあ大切なのはこうやってそのお客さんとのやり取りして、えー、お客さんの悩みを聞いてお客さんに対して提案していくっていうことを繰り返しててでそれを今対面でやるのかでそれ対面が慣れてお客さんのそういうのが分かってきたらもう大体一緒なんでそれをネットで今度展開するとか、うん、でそれをメー,ルそのメールでやるとかあとはレポートを書いて無料プレゼントを配って信頼関係構築したりとか動画を作って動画をプレゼントしたりとかして。 信頼構築ネットでしてでそれを自動化して売るっていうこともできますから、まあ、このお客さんとのこのやり取りはまずあのファーストステップとしては一番大事だと思うんでもういっぱいいろいろとお客さんと触れてくださいお客さんと触れるってことが一番大事です、うん、よかったです、はい、ではですね、えー、これで質問いただいた回答を終わりたいと思いますいつもありがとうございます